どうも、ボーロボと申します。今回は、原口議員の、1週間で200兆ツイート、の動画です。ニュース記事は、スマート、フラッシュから。負けるな小西、立憲議員だんまりでも唯一、絶好調の原口和弘氏、1週間で200兆のツイートに、心配の声も。立憲民主党、小西洋之参院議員の、猿発言を受け、日本維新の会の馬場伸幸代表は、4月6日、立憲との国会での、連携を、凍結する、と発表。国民民主党の玉木雄一郎代表も、整合性を取る対応を、しないと、党の信頼は成り立たない、と厳しく批判している。他党から小西氏への批判は当然だが、身内の立憲民主党、からも、小西氏をかばう声はほとんど聞かれない。小西氏の、尻馬に乗ってたか一社内経済安保層を追求してきた立憲議員、たちも、小西氏が自爆した途端、だんまりを決め込んでいる。党内から擁護の声を上げている、唯一とも言える存在が、原口和弘衆院議員だ。原口氏は3月31日、ツイッターの、スペースに、小西を守れ、負けるな小西、と題する、音声を投稿。小西くんはものすごく頭がいいが、頭のいい人ほど、出す情報量が多すぎる。だから、あらゆる方向から歯が、向けられる。清水の次郎長みたく、自分らの仲間は、死に物狂い、で守らなくてはいけない。戦っている人間を、戦わない人が笑うのは簡単。足を引っ張るのも簡単。戦って道を切り開いているのは、小西洋之なんです。などと語り、小西氏を擁護している。原口議員が、1週間で200兆ツイートしているとは、知らなかったです。記事によると、ディープ・ステート論者のようですが、世界を牛耳る、闇の政府。小西文章に関して、負けるな小西、とは、どういった、スタンスなのでしょうか。放送法の解釈変更は、なかったのではないでしょうか。原口議員は、解釈変更があったとする、考えなのでしょうか。実際あったか、捏造かって話で。捏造は、まだ抑えた表現で、もし差し込み文章があったのなら、偽造ですよ。誰から受け取ったのか、入手経路も謎。差し込みの有無については、エース級だからとか、超一流文章だからとか、ばかりで。具体的には、差し込みを否定できることは、出ていないようなんですが。と、まあ、今回は、こんな感じで。気になった人は、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローなども、お待ちしております。それでは、また。